どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、体を痛めてる、まあ、シリーズというか、ね結構体痛めてる方多いんですよね。そういった方でもですね、練習できますよ。大丈夫ですよ。皆さんだけでじゃないですよ、ね。自分一人だけじゃないですよ。結構みんなね、満身創痍じゃないですけど、痛めてるところとかね、あったりしますので、今回はですね、腕ですね、もしくは手。この手が思うように使えない場合の練習方法を皆さんに伝授しますので、ぜひね、体に負担かけないようにでもですね、ゴルフ楽しめますので、これをね、覚えて、練習に取り入れてみてください。ただ、これはですね、私は、いわゆるその医者、お医者さんではありませんので、必ずですね、専門家の、方のですね、言う通りしながらも、負担なくですね、できるのであれば、やってみてくださいという、まあそういう話です。じゃあ、手を痛めている場合はですね、やはり手で握ってますので、思うようにクラブが振れない、そういうことがあります。なので、支えるだけです。片方、使えない方の手は支えるだけにしてください。なので、まあ、指なのか、手のひらなのか、手の甲なのか、手首なのか、肘なのか、まあ、これはもう本当に様々なんですが、とにかくですね、使える方の腕をメイン。例えば右手がちょっとうまく、ね使えない、痛めてる、そういうことであれば左手はしっかり持ってください。左手しっかり持って、で右手は、少し支えてるだけ、もう少しバックスイングするときもちょっと持ってる分に問題なければ大丈夫です。そのままバックスイング上げて最後離しちゃっても大丈夫です。その代わり左手は絶対に、しっかり持っておいてくださいね。最初は少し小さい振りの幅から始めた方がいいのかもしれません。これぐらいから始めた方がいいかもしれません。で、なかなか思い通りに最初は打てないと思うんですね。ですが、当たる瞬間まで支えているようであれば、ある程度当てることができます。そして右手であればですね、右手離れると左にちょっと引っかかりやすいですね。例えばこういう感じで極端に左に行くこともあると思いますが、それでも構いません。クラブを振り下ろしてきて、当たるところまでをある程度イメージできればまっすぐ打てるようにもなりますので、左の腕はスイングの主導となる方の腕ですから、これをですね、しっかり使ってあげればボールをまっすぐ打つことはできますので、こんな練習をしてみてください。まあ、最初はアプローチがいいですね。アプローチをぜひやってくださいね。それが大事だと思います。じゃあ、左の腕ですね。右手は大丈夫。左手がちょっとね、痛い。こんな時はですね、やはり主導となる方の腕がうまく使えないと、どうしてもですね、勢いが、まあ、つけづらい部分もあります。こういう場合はですね、短いアプローチがいいです。左の腕はうまく使えないので、右手で持ってる感じですね。で、まあ、大きくは振れない。短いアプローチなので、まあ、スタンスも狭くします。この状態で左手はまあどこでもいいです。もう最終的には強く握れないので、右手でちゃんと持っているような感じで大丈夫です。で、フェースの向き、これをしっかり合わせてください。打ちたい方向にフェースの向きを合わせて、で、そのまま打ちます。これ左手、まあ、持っているようなんですけど、ほぼほぼ持ってないです。もうほぼほぼ持ってなくて、ただ左手は離すと、振り抜いていく方に左の腕があるので、左の腕が邪魔になってしまうといけないので、一応、クラブと一緒に動いた方が安全です。ですから、ほぼほぼ持ってなくて、まあ、右でこういう練習でもいいんですよ。こういう練習でも全然いいんですけど、これは本当に短い距離しか最初は打てないと思います。ですから、支えるだけで構いませんので、右手で打ってるような感覚で、左手は本当にね、触ってるぐらいかな。それぐらいで大丈夫です。そうすると、ある程度の距離を打つことができます。短いアプローチでも、ある程度の距離を打つことができますので、こんな風にやってみてください。そうすると、フェースの向きですね。右手でフェースの向きを決めてるんだなっていうことが、非常にですね、感じ取りやすいので、まあ、ね、腕を痛めて、その思うように練習できないし、まあ、おそらくその日常的にね、生活するのも、なかなか不便なこともあって、非常にね、まあ、そのかわいそうなことではあるんですが、これがですね、一つのきっかけになるということもありますので、
それが一つ上達にね、つながっていくっていうこともありますので、ぜひね、こういうところをですね、まあ、くじけずというか、なんか練習できなくてつまんないなって思うんではなくて、少し工夫を凝らして練習をですね、していただくと、これが絶対にですね、皆さんの身になって上達につながりますので、腕を痛めてても、それは大丈夫だよというふうにですね、信じて、まあ、とにかくもうより悪くしないでください。より悪くならないようにっていうのは本当に大事なので、それだけは十分気をつけながらもですね、楽しくゴルフをやってみてください。最後ね、チャンネル登録、そしてね、高評価、あとはですね、皆さんが直接ね、レッスンに通っていただけるようにですね、概要欄に、ホームページね、大事なホームページ、お試しレッスンのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらの方も見てね、スクールに入っていただけると、非常に嬉しいなと思ってます。それでは次の動画でお会いしましょう。